西、武蔵野、調布、立川みたいな。駅によってはやってないのかな、マンボウ。もうびっくりするぐらい若者だらけでしたけど、みんなはもうお家に帰ってるかな。いい子たちだから、いい子たち帰ってる、おかえり私もどこにも言えず帰ってきました。ちゃんとリハして、金曜日はいつもキュインズボイトレとリハがあるので、ちょっと帰るのが遅くなる時があるんですけど、もうスッと帰ってきた。去年は自粛してたか、一昨年ぐらいまではなんか一人でラーメン食べて帰っちゃおうみたいなやってたけど、もう空いてないから最近はコンビニのお世話になりっぱなしです。もうちょっと帰るのが早かったらスーパーとか寄れるんだけどな。くまさんこんばんは、やっほー。今日のリハでは土日、明日明後日のライブのリハーサルをしてきました。15分ステージが2本と20分が1本だから7曲3本分のライブのリハをしてきました。明日明後日はライブ曲かぶりはありません。セトリで曲が1曲もかぶらないので、ぜひたくさん会えたらなと思ってますけども、明日のレニーさんは一応前売りが完売していて、当日券が状況によってはあるらしい。夜の方の生誕祭、出演させていただく生誕祭赤羽レニーさんの方は、前売りはもう予約終了してるんだけど、当日券があるみたいなので楽しみですね。タジチャチャチャオこの前は上品だったのに今日はチャオな感じ。帰ったばっかだぜ。帰ってきて洗濯回してばっか、何にもしてないうちのこと。最近ゆりちゃんお家が荒れ目なので、家にいるだけなのに、ほら雨が続いてさ、洗濯もできなかったりで荒れ目だったから、ちょっと頑張ろうと思って洗濯とりあえず回した。今たち D4DJ ってあのバンドリの DJ バージョンってことでしょ、のやつでしょ。やってないな。なんか気になったけど、バンドリガルバン、あれどうやって略すのが正解なの。バンドリでいいのか。バンドリもやってたけど、ゲームはやってたけど、アニメを見てなくてアニメを見てなくて、が D4DJ もちょっとなんかいろいろ手を出してはいけないんだなと思って、娘とヒップマイばっかり、ちょっとパズルゲームは一回置いてる、マッチングトンマンションは一回離れてる。マジそうなの、多分バンドリーの DJ バージョンでしょバージョンとかそんな多分単純な話じゃないけど、ブシロードかな、んどっかが作ってるはず。クマさん明日また雨らしいからね。ねー、また週末ですよ雨。なんなの、週末のたびに雨って。 Why Japanese people なんか週末のたびに雨だと気分も下がるっていうのもあるし、ライブじゃん週末、まず髪型を可愛くしたいじゃん、やっぱ可愛くライブをしたいじゃん、可愛い姿をお届けしたいじゃん、湿気がすごいじゃん、髪が負けない巻いても巻いてももううまく決まらない、思うように可愛くなれないピエンって。土日が雨だとさ、もう全てピエンになっちゃうね。せっかくのライブなのにって、髪が負けないよみたいな。私コータとかピースがやってたから、なんとなくかい。音ゲーはね溢れてますからね、いっぱい。私確かに DJ みたいなパッド、いや DJ って入ってんじゃん、DJ のゲー、 DJ 何あれ、 DJ 部、軽音部的なノリの DJ 部の話なの、知らないんだけど。皆さんジャパニーズピーポー、ほんとなんで週末のたびに雨なんだいって。
来週はまた暑くなるらしいから期待しよう。やっとやっと終わる雨が。ほうきちこんばんは。やっほー。やーね、ほんと雨ばっかりで寒いんか暑いんかもわかんないしね。今日はこの家を出たんだけど、家出た時はさ爪が割れた。家出た時はすっごく暑かったの。歩いて駅まで行く時にうわ今日ライダースじゃなかったわと、絶対にライダースじゃない日だったなって思ったんだけど、でも朝夜は冷えますって見たから、自分を信じて見たところ、ライダースでも寒いっていう夜もうこの時期にさあんまさ昼からあったかい上着って着れないから本当に難しいな。4月ってこんななんか難しかったっけ。暑いんか寒いんかわからん。私キャラもわかるけどストーリーも一度見てない。楽しいそれやってて。なんかストーリー知らないゲーム私できないんだよね。バンドリーはなんか絵が可愛いからやろうだったけど、なんか楽しくなれなそう。キャラが可愛い、ストーリー知らないけどこの子可愛いなだったらあるけど、それもなかったら楽しくなさそう。ほうきち天才トレーナーの配信と聞いて、どうもどうも、最近馬を育成させていただいております馬を先進性育成させていただいております。くまさん確かにライブ行くの荷物あって。そうなのよ、荷物があるし傘だしみたいな。あの横浜、この前横浜でライブさせていただいた時がしんどかった、雨だけど暑かったのあの日雨で寒いのは分かるよ。暑い、蒸し暑かったからもうベタベタビシャビシャザーザーみたいな大変だった。帰りのチアーズに帰ったんですけど、帰りの電車で東横線なんだけど窓がちょっと開いてて、ちょっと開いてたの。開いてるじゃん今対策で。なんかめっちゃ水がビチャ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 って入ってきて、途中水が直接じゃなくてサッシに溜まった水がボタボタボタってめっちゃ溜まってる水が落ちてくるからさ、結構な量の水が落ちてくるのね。私とマネージャーさん側にすぐ多分風圧でビチャビチャみたいな、めっちゃ濡れるじゃんつらーと思ってたら、サキチに東南サキチになんかめっちゃ濡れるわって言ったら、さって窓閉めてくれたイケメンサキチさって閉めてくれた、やったタジ僕とタチアの関係とどっちが熱かったですか。ちょっと一回お水飲んだ方がいいよ。一回落ち着きな。タジこの子可愛いってならないからキャラゲー向いてないね。楽しさが分かんなそう。だったらディズニーとかの音ゲーしたらいいのに。なんかサキチがやってたよ、ディズニーの音ゲーとかだったら曲知ってるしいいんじゃない。あの D4DJ とかバンドリーってあれか、既存の曲とかでもできるからそれはちょっと楽しいよね。バンドリーやってて私もよくわかんないけど知ってる曲やれるから楽しかったのはあった。本気中馬娘マルゼンちゃんとゴルシちゃんしかストーリー見てない。ちょいちょい見てるかな。馬なんかとりあえず育成が楽しくて、もうゴルシちゃんを強くするために他の馬を育てております。今他の馬を育てて因子的なものを強くしないと私のゴルシちゃんを強くできないと思って、マルゼンスキーちゃんで優勝した時は歓喜、きたーみたいな、やったぞと、私はやったぞと、マルゼンスキーちゃんを優勝させることができたぞ私は天才だと思ってなんかもうスキルも取りきれないぐらいヒントをもらえて、他の馬ちゃんにこれは一回レースに出てスキルを取りまくらなければいけないと思って、やっと最近やっといろんな子で優勝できるようになってきた。くまさんそう、さきちが私とマネージャーさんが端っこに座ってたから、でその隣にこう真ん中に向かってあかりとさきながいたから、なんかね閉めれなかったの私の端っこだったから、
どうしよっかなと思ってたら閉めてくれた。私まさに知ってる曲片っ端から落としてる。それしか楽しくないよね。でもね、のりぴーこんばんは、やっほー。おじじさんこんばんは。こんばんは。ゲームね、一時期あのすごいスイッチが欲しかったんだけど、あのあつ森今更なんだけど動物の森の実況を2月ぐらいにめちゃめちゃ見て、あつ森したい、スイッチが欲しい、うわーってなったけど落ち着きました。今は馬で手一杯です。あつ森も多分私は続かない女なので、実況見てるだけにしよう。でもこの前実家帰った時に、うちお父さんがゲーム好きだから、好きなんですよ。そうだからなんかお父さんスイッチ持ってるかなと思ってたの勝手な決めつけね。おパパスイッチ持ってんじゃないみたいな、もし持ってたらもらおうと思ってたの。実家帰った時にもらっちゃおう親父のスイッチみたいな、そしたら持ってなかった。そういう感じと思って、持ってなかった。スイッチ欲しいな、ゲーム下手くそだけど。おきじ勝てたからの馬ぷよね、初めて馬ぷよ見たと思って。ミーハーさんこんばんは、お久しぶりじゃない。こんばんは、頑張ってください、ありがとうございます。クナさん、ヒップマイ対象ない方を泣こうと思いました。でもまあヒップマイは別にゲームがメインじゃないから大丈夫なんじゃないかな。ミーハーさん、父から奪う気、もらおうと思って、親父のスイッチ持って帰っちゃおうぐらいの気持ちだったのに持ってなかったよあの人もらっちゃおうみたいな。なんか昔からお父さんゲーム好きで、なんかいち早くなんか新しめのゲーム機買ってたからさ、昔は買ってたの。私が持ってないゲームを持ってたの、彼は、父親は私は一生 DS と Wii をやってるのに、彼はどんどん自分で WiiU とか 3DS とかなんかいろんなものを買ってたから、パパンは。だからもうそのノリでスイッチも買ってるだろう、もらっちゃおうと思って。飽きちもらわくさ、お父さん泣かないでしょ、すぐ飽きちゃうし、パパははは 3DS 自分のために買ってポイってしてやったの、私は見たことあるんだからな。皆さん、今ヒップマイ YouTube で見てる。今は池袋がいいかな。そっか、いっぱいあるもんね、キャラがね、たくさんいるから。でもヒップマイはあかり天の方がガチ勢なので、あかり天の方が白熱して喋れるんじゃないですか。私はなんか推しって感じで生きてるかも。なんか好きなアニメを見てて、この人が好きだってなっちゃったらその人にしかめっちゃ興味ないけど、逆に誰もこの人が好きだって人がいなくて、そのアニメが好きってものの方が近年多いな、私。すごくなんかもう立花誠みたいに立花誠が好きだってなっちゃったから、それ他のキャラに興味ないことではないけど、ドクターストーンとかはもう元くん好きだけどみんな好きだし、難しい。自分のアニメの見方が最近分かんなくなってきてる自分がアニメを見て何を楽しんでいるんだろうみたいな、とりあえず面白いからいっかみたいな。鼻が。ミーハーさん、チアーズたまにヒットな写真をありがとう、イエーイ。チアーズもね、毎日更新しておりますね、私ね。ちょいちょいボイスを撮ってない。やべえって言って、電車とかで書いてるとき、あ、電車で喋れない、ピエンピエンってなっちゃう。ハドキチ、今日、いーちゃん、ここ一枚やってる、本当、あれだけど、化粧してないけど。
最近マスクなので、やっぱマスクじゃん、リハって汗かくから目しか化粧してない。いつもショールームやらなきゃいけないから鼻筋を描かなきゃとか、この辺のツヤを出さなきゃって思うけど、帰ってたから。でも確かになんか漏れてるね。汗かいた後の方がゆいちゃん漏れるんだ実は。みーはーさん、アニメから原作に行くパターンです。それもあるかも、すごくあるよ。ドクターストーンは原作をアメリカ上陸まで読みました。読みました。ドクターストーンはそこまで読んだ。呪術はまだ漫画を読んでない。なんか寝カフェに行っても大体ない、誰かが読んでるから読んでない。くなさん、ドクターストーン懐いて今もやってるよ懐いて結構まあ長いもんね。タジ可愛いですね、ありがとうございます。大丈夫そうですか。立花音ゲーやるよ。ハマってる時はずっとやってるし、スクフェス、ラブライブのスクフェスはもう最近本当に全然やってないです。毎日無料10連ができるので、それだけ最近やってます。スクフェスは、スクスタっていうまた別のラブライブのやつはちょっともうダウンロードが重くて、おかんにすごい今無料引けるから一回開きなさいよって、その無料イベやってる時に教えてもらうんだけど、ちょっとダウンロードの量がバカみたいに多いのでしばらく空いてないですね。スクスタキャラ多いんだもん。スクフェスはまあまだミューズだけのガチャがあるけど、スクスタはなんか私矢沢にミューズが好きだからさ、誰って思いながら見てる。 YouTube でなんか新キャラ紹介見てる、スクスタは虹の。ヒーハーさん、汗が肌潤してるかも。多分汗かいて肌も潤ってむくみも取れたりしてるんじゃないむくみ取れてる気がする。たまにライブとか、ライブの前の写真バカ漏れねえと思っても、ライブ後に前髪とか死んでるけど漏れてるなって思うから、朝早いライブの日とかはライブ後の方が多分ねいい感じ。だから物販はいい感じだよ。のりぴー、チアーズ昔の財布ネタ見て、いやマジチアーズに書いたんですけど、昔の財布見せたら1万弱入ってた。1万円はいかないぐらい、5000円札と、まあ、ちゃんとは見てない、おうって思って、とりあえずへそくりだな、これはまた次気づいた時嬉しいだろうなと思ってもう一回戻しといたけど、1万いかないぐらいは入ってた。よっとねっつって。ホットさんこんばんは、やっほー。ヌイピー、来月の6日休みを取ろうと、お画作中やったね。そう、5月6日は TGIF ということで、イエーイ。まだ大抵がね出てないし、平日なんですよね、なんとね。なんで平日なんだろうって思うんだけど、平日でお昼とかだったらぜひお休み取っていただいて、配信密着していただいて、たじいっぱい練習して音ゲーの王になります。なんで目覚めたの音ゲーにみーはーさん、呪術回戦はまだ連載中だもんね。うん、あと2年100話ぐらいだそうなんだ。へー、全然ね、あの乙骨先輩もさ、今度映画するのが乙骨先輩の第0話みたいな、なんとなくストーリーとかゲットウスグルの話はなんとなく知ってるんだけど、やっぱちゃんと読んでないから、呪術廻戦読みたいな。ネカフェ行くと戦争なんだ、絶対ない、またないみたいな誰かが読んでる。タジオタクタルムのリズム感を常に鍛えなければならんのです。なるほどね、だから音ゲーをしようと。太鼓の達人とかでいいんじゃない。太鼓の達人って結構リズム感超大事じゃん、あれ。ミーハーさん、血行が良くなってる、多分ライブしてポカポカして汗かいてみたいな。まあゆいちゃんの場合前髪が大変だからね。今日もなんかリハスタに絶対に吸引図が忘れたであろうヘアアイロンがずっとあって、多分前のメンバーなんだけど、
多分前のメンバーが忘れたであろうヘアアイロンがずっと隠してあって、うちらが使ってるスタジオに、もうキュインズのものだぜっつっていつも使わせてもらってる帰り道とか、やばいやばいと思って。タジ、僕も汗ダクダクで物販いろんな意味で熱いです。タジオさんもね、なんかすごい汗かいてる、すごい汗かいてる。ハーキッチ1万近く入ってたのすごいでしょ、びっくりしちゃって、びっくりしちゃったなんか昔の財布見てたのが、あの皮膚科に行ったのね、この前傷跡が、ゆうちゃんお膝の傷跡が治らないから皮膚科に行こうと思って、一番近所の皮膚科に何年も前に行ったこと絶対あったから、診察券がきっと前のお財布に入ってるんだろうなと思って見てたら、診察いっぱいあった。なんか一回しか行ったことない病院の診察券めっちゃあって、なんなのこれはと思って、病院やらしいやんと思って内科、風邪ひいた時に行く病院、よし、内科はかかりつけを見つけたからそこしか行かないんだけど、そのかかりつけを見つける前に一回行ったところとか、なんか病院やらし荒らしたなっていうぐらいね、診察券いっぱい出てきた。あと多分もう使えないであろう服屋さんのポイントカードの束とか自分の財布怖っと思って。ほうきち6日はすぐお休み取った、ありがとうございます、お楽しみに。たじ、みぬきななとジャムの曲だけ無限に練習してるいろんな曲やんなきゃ、ほらいろんな曲やんなきゃつかないわよ、リズム感は。裏拍の曲とかあるんだから。いいはさ、渋谷事変もようやく終わり、話はまだ混沌としてる。そう、渋谷事変もさ、何なのそれっていう感じだから、アニメしか見てないから、渋谷事変とはなの、あハロウィンの日になんかがあるってゲトーが言ってたのはアニメで見たけど、とはって感じだから、ちょっと早く読まなきゃ。でもアニメを待ちたい気持ちもある、だって綺麗だから。ほきちゼロからやっと変えた、ゆうたくんも。そう、こち先輩のなんかその呪いを背負ってる話も、話だけは知ってるから気になる。リピボス、そのへそくりでゴチになります。ボスね、だいたい家のね、いろんなところにお金隠れてるから、なんかふと見つけんのよ、置いとくそう、財布にやっとねっつって入れちゃう。小銭とかあの1000円2000円だと入れとくけど、大きい数だったら入れるけど、なんか1000円とかだったらもう一回しまおうみたいな、次見つけた時嬉しいやんみたいな。探したらいろいろあると思う、家中にへそくりが、あの私も忘れてるへそくり。たち、ほら物販緊張するので、冷や汗の方でも熱い、大変ね。ロットさん、ゆいちゃん TGIF に向けてダイエットしてるよ、アスリートだから今今アスリートだから、お米が恋しくて泣き叫んでるんだから、毎日毎日。私は白ご飯を食べなきゃ生きていけないんだ、死んじゃうって思いながら生きてるフフ主食は鮭、サバ、鶏肉で形成されてます。最近のうちの体は、お米が食べたいの。私はだから5月6日の夜に絶対におにぎりを食べるのくまさん、それ前な、そうだよ、青色のこのヘアアイロンだよ、もらってます。ほうきち、そう、膝のあれね、なんかね、塗り薬で抑えていこうって言われたけど、絶対にそんなんで TGIF までに治んねえだろうと思って、そして形成外科行ってもうレーザーで取っちゃうのもありだけど、とりあえず薬塗ってみてって言われて薬もらったの、ここにあるんだけど、デルモベート軟膏を効いてる、もこってしてたのがね、もうだなくなってきたちゃんと消えてる。ミーハーさん、病院巡り、そう、なんか多分一回昔夜中にキンズのライブが終わって、その後耳がバチコ痛くなって中耳炎になって、多分夜間病院とか行って、夜間しか空いてないでっかい病院行って、もうそこなんか行く機会ないから、そこの診察券とかそういう感じ。タジ、曲知らんと無理ゲーすぎん、
いけるいける、知らない曲もなんかリズムいいなこの曲とかでやっていくんだよ。去年買わなくて昨日までずっと後悔してたからね。 TGIF ゲットしていただきありがとうございます。ミーハーさん、絵は圧倒的にアニメね、絵がすごい、戦いのシーンもかっこいいから。呪術廻戦は3週見た、暇で、暇な時呪術廻戦見ようみたいな。タジ家呼んでください。嫌です。嫌です。夫さん頑張ってるね。お米が食べ恋しい。パンも食べてない。お米とパンを、糖質と呼ばれるものを食べていません。はっ、お米が食べたい。お米でも油は取れる体方の鍛えかアスリートだから、あのお魚とかお肉の油は大丈夫だから。最近のブームはサバ缶と鮭缶、鮭の骨付き水煮みたいな、もう骨ごと食べれるぐらいドロドロにしてあるさ、缶詰があるのよ。サバ缶的なやつの鮭をここ数日食べてる。ハマってる、美味しい。魚もともと好きだからまあまあ生きていける。ミーハーさん、最近は動かないから1日2食。動かないとね、2食1食で足りるよね。クナさん、炭水化物食べないと、まあ食べない分そのお魚とかの脂質の方からエネルギーをもらいましょうみたいな言われた、アドバイザーみたいな、よく知らん人に。脂質の方から栄養を取らないと、あとまあタンパク質は過剰なほど取ってくださいって言ってるから、鮭とかサラダチキンにはタンパク質がすごいから、あいい良質な油かつタンパク質だから、そちらの方でみたいな。ミーハン、白いおにぎりだとセブンのが好き。あー美味しいよね、塩むすびって。うまいよね、なんであんな美味しいんだろうね。たじ、僕もついに神尾くんになる時が。誰神尾くんって。ミーハンさん、塩サバ美味しい。そう、鮭の中骨かな、なんか水で煮てあるやつ。さっき骨丸々入っとるやんって思ったけど美味しかった。骨が美味しい、ホロホロしてて硬いけど。夫さん、酒かマヨネーズかけませんよ、ダイエット中だから。サラダもドレッシングかけてないな最近。なんかね、シーザードレッシングって太る太るって言われてたけど、一番糖質少ないからいいんだよって言われて、シーザードレッシングだったらたまにかけてるけど、なんかね、なんかノンオイル青じそってすごいヘルシーっぽいけど、これめっちゃ糖類入ってるんだよって言われて、あダメなんだなみたいな。コンビニに行っていちいち糖質を確認している自分が最近嫌。これはそうか、これはそうかみたいな。自分が嫌最近。見たくない。吉、事実アニメ一期最終回の野原ちゃんが素敵すぎて。そう、野原ちゃんがすごい好き。事実回戦の一押しはななみんなんですけど、ななみんしか勝たんのんですけど、五条先生もかっこいいけど、私は五条先生より断然ななみん、あと東堂くんが好きです。かっこいい、ゴリゴリに強いキャラが結構好きですね。何においても五条先生みたいなスマートチートタイプも好きだけど、かっこいいな、好きだなって思うけど、もうゴリゴリに筋肉ムキムキみたいな、肉体派みたいな、パンダ先輩とか、スマート系より肉体派の方が最近好きになってきましたね。すん、ドクターストーンはゲン君しか勝たんのやけど、ドクターストーンは普通にゲン君なんだけどね。皆さん、よく知らんアドバイザーね、よく知らん人。よく知らん人が言ってたよ。あ、タジ、テニプリの髪を知らん、テニプリ通ってないんだ私。気になるんだけどなんか沼が深そうで手を出してない。気軽な気持ちで見たいじゃん、やっぱ
ほんとさん、5月6日までの我慢だね。その後は全てを解放しないよ。もう夏が来るからこのまま頑張ってみようっていう気持ちね。リバウンドもしたくないし、でも今はガチで TJF に向けて徹底的に米を食べてないけど、 TJF が終わったらまあ制限はするけど、制限かな、禁止じゃなくて制限に変えるかな。さすがにこのまま私はご飯を食べずに生きていけない。ミーハーさん、検体のウェイト代、ソイプロテイン一番安いけど美味しいので。へープロテインもね飲んでるんだけどね、あれなんかエクスプローションズみたいな、エクスプロージョンみたいなとこのやつ飲んでる。それでね、私の最近の甘いもの欲はなんとかなってる。それのミルクチョコ味だから、まあまあまあ、それを飲めばなんとか甘いものは我慢できる。タジ、僕は綿おかけオタクなんですけどどうですか。何の話ですか何の話ですか。ホットさん、夏、そうですよ、もう春が終わったら夏が来ますよ。皆さんどうすんの、今年の夏は。みんな、な、何、どっかどこも行っちゃダメだよクマさん、エクスプロージョンかな、うん、それ。ミーハーさん、バナナ味、へえ、バナナがな苦手なんだよな果物がね基本的にゆりちゃんは実は好きじゃないっていうね。ほうきち、お米はいいんだよ、おかず控えめにして、お米たくさん、ダメだよダメだよ。タジ、甘いの足りないのでは、僕が甘い言葉をプレゼント。大丈夫、今日大丈夫、大丈夫そう、心配になってきたミーハーさん、引きこもり、夏は引きこもりますか。なんと引きこもっちゃうんですか。会える時はぜひ会いに来てくださいね。クマさん、ザバスもいい、ザバスはなんか有名だけど、エクスプロージョンの方がいいっていうか、なんかいいよって言われた。まあもう買っちゃったからしょうがない。ミーハーさん、フルーツ嫌いじゃないんだけど、なんか有名なものしか得意じゃないかも。ブルーベリーはギリいけるけど、ラズベリーとかのスパイ系のベリーは苦手。いちごはいける、いちごは大好きだし、酸っぱいいちごはいいんだけど、ラズベリーとかはそういうベリー系は苦手だし、みかんも、みかんは好きだけど、イオカンポンカンになると苦手だしキウイもなんかあれだし、大人になったから結構大体何でも食べれるけど、好きなものは限られてるね。たじ、いつも大丈夫じゃないから月に逆に大丈夫です。うん、ほんと心配になってくるから、心配心配。ミーハーさん、暑いと汗でアトピーがつらたん。うん、汗よね、夏のあれのところはね、紫外線よね、私の中では。紫外線が辛いよね、夏ってね。日焼けしたくない私全然日焼けしたくない、絶対にしたくない今年こそ焼かない、去年ちょっと油断しちゃったから今年こそ焼かない。ゆいちゃんのよく肌白いねって褒めてもらえるんだけど、焼けるときは焼けるタイプなのね。そう、焼けないとかじゃなくて、本当に何も塗らず火の下にいたらガンガンに真っ黒になるタイプだから気をつけなきゃ。ゆうえくん、こんばんは、やっほー。たじ、がっちり系、スマート系に加えた男系をワイルドスタンダードにしてほしい。でもいるじゃん、アニメとかでもなんかアタオカ系ですか、アホの子って昔からいるじゃん、アホの子それが可愛らしければいいんじゃない。アホの子って大体なんかさ、ちっちゃくてホワホワしてて可愛いキャラみたいな。ミーハーさん、検体にはストロベリー味ありますね。
へえ、いちご味のプロテインも迷ったけど無難にチョコにしちゃったな。ほうきち、そこそこ甘いいちごでも酸っぱく感じるのいちごは結構苦手。酸っぱいいちごは好きなんだよな。いちごはやっぱ甘いのが好きだけど、いちごの酸っぱさも好き。のりぴー、ハンバーグうまく焼けたっぽい、よかった。ホットさん、 UV ケアしっかりやらないとね。そうだね。ミーハーさん、ゆーちゃん肌白のイメージ。そうでもなんか最近こう化粧してないから、こっから下の化粧ファンデーションとか塗ってないんだけど、なんか顔真っ白だな私と思って、なんか血色が悪い方の真っ白、白くない私みたいな。大体みんなさ化粧でさ、これ白くなれる、美白になれるみたいなのあるけど、多分私の使ってる化粧品って別に白くはならないのね普段ね。顔の色悪私と思ってびっくりしちゃった。タジオ、え、僕アホだったの。え、別にタジオがアホとは言ってないけど、アホの子キャラがいるからアタオカ系はちょっといらないんじゃない5人組いてさ、アホの子とさアタオカの子がいたらさ、もう大変よ。29から来月9まで、うちの会社ゴールデンウィーク体制。お、いいね、長いね。祝日仕事だけど平日休めそうな。お、いいね。1日休めたら神田明神も視野、ぜひ会えたら嬉しいです。私神田明神めっちゃ熱すぎるんよね。嬉しい、神田明神ホラーさんでのライブすごい好きだから楽しい。ミーハーさん、チアーズの写真は白い。なんか最近顔白いんだよね。今まだ多分運動してきたからまだあれだけど、リハ中とかにマスクしてるけど水分補給をするためにマスク取るじゃん。鏡に映った顔白って白ってか青白い顔色悪ーっと。私、推しメンを大事にする休暇を認めてくれる会社に転職したい。自分で作ろう会社自分で設立してこう。ミーハンさん、神田行ったことない。すごいホールなん、広いホールだからいいステージですよ。ステージ高いし。レピボス生誕以来行ってないとかとても言えない。今行っちゃったよ今行っちゃいましたけども、お、 iPad のバッテリーがないし、ちょうどそろそろお時間なのでそろそろ終わろうかな。ちょっとチアーズを今日更新してないから頑張って更新しなければ。イエーイ、今日の配信もありがとうございました。今日もなんかぶつくさ喋ってるだけでしたけれども、コメントありがとうございました。明日明後日キンズライブがあります。明日は新宿レニーさんと、夜赤羽レニーさんでレニー回し。昼の新宿の方はね、あの状況によって当日券が出るそうです。そして夜の方は当日券あります。そして日曜日、ジルコ東京さんでライブがございます。ぜひ土日ライブしたら来週また金曜まで会えないので、ぜひ会いに来てください。というわけで配信ありがとうございました。今日もゆっくり眠ってください。おやすみしてくださいゆっくり休んでください。はい、というわけで、またお会いしましょう。今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。バイバイ。